ってまいりました。一週間ずつのメンズ東京の好きにやっちゃって、はい、始まりました。はい、イエーイ。ね、さっきの CM、あら、かっこいいホストさんがやっぱやってましたね。ね、さっきのオープニングが映ってた。だから俺らもお金払ったらあれ映れるらしい。まあ、けど彼らかっこいいんですごい。そういうので、うん、あの今撮ってくれてる方とか編集とかやってくれてる方、あの給料、はい、美味しい飯食べさせてあげたいなと思うんで、僕らもね、あの店売り上げてそういう広告あげれたらなと思います。それでは今日初登場の。はい、おっ、誰だ。俺や、クラブジャム。俺や、バイトリーダーレンボーイ。イエーイ。持久性。はい、じゃあ、あのバイトリーダーから一言。クラブジャムのバイトリーダーレンボーイです。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、あの今度はあのシニアアドバイザーという形で、ね、バイトリーダー、あの昇格 SA ですね、うん、あの役職があります。ん、はい、あの秀島飲もう、秀島飲もう、はい、じゃあまあとりあえずいや、初登場はレンボイだけで、はいはい、じゃあこれせっかくありますんで、出たー、はい、じゃあ愛様、はい、これ中身は何ですか。中身は分かんない、ブランデーと多分あのウルキンソン、え、なんか甘い味した、あのゲンズグループでやってる、流行ってますよ、ハイボール的な感じね。そうですね、流行ってるらしいですよ。ジャックダニエルハニーっていう、ね、特殊な、あ、出た、坂田さんが知らなかったやつね。あ、そう、さっき光らせて、あ、そうですね、あ、下、あ、違う、あ、上、あ、バカ知ってる人いるかな。いや、これ、あの暗くないとわかんないでしょ。多分ね、これ、最近全然始まったんで、知らない人もね、多分、はい、いると思うんでね。クラブジャムではですね、はい、2万5000円でお出ししております。ひげしまグイッチ、ひげしまめっちゃ割り物、割り物、ブランデー割りなんですけど、早いわ、ブランデー割りなんですけど、割り物とかも選べるんで、はい、そうですね、あの、こうグラス、ちょっと乾杯しよう、乾杯しよう、いきますか。めっちゃ漏れてる、めっちゃ漏れてる。これ、いただきます。こういう感じで、すごい代表に持たせてるっていう。いや、いい、今日は MC やるからいいよ。今日はですね、でーす、あの、クラブジャム一本グランプリっていうのをやろうと思って、まあ、ゲンズグループ一本グランプリっていうのをやろうと思ってるんで、あの、お題とかも考えてきて、しっかり。そうですね。え、一本、そっち？ひげしまさん、え、モテやって言われてるんで。あれ、で、あの、そうですね、30分間で、あの、わちゃわちゃやりたいなっていうふうに思います。太陽、どこ見てるのも面白いね。太陽は、モニターあるな、そこ。もう、太陽はもうバースデーのことしか見てないから。ここら辺、モニター。もう、20日の、日曜日20日の、あの、今、乾杯するの、ちょっとなんか、これもう水じゃない、乾杯してないのに飲んだの。これ水じゃない、飲んでないですよ。飲んでない。何これ、水なの。え、カメラの位置的に。はい、じゃあ、それではですね、はい、もう、大喜利の方に差し掛かっていくんですけど、今日、はい、あ、自己紹介欲しいって言ってるよ。しましょうか。あ、軽くやりますか。下な。軽くやりましょう。僕がクラブジャムで代表やってます。桜です。よろしくお願いします。はい、うわーい。じゃあ、こう、はい、こう、半時計回りで。青ジャケ、イェーイ。ヒゲシマ取りで。あ、ヒゲシマ取りで。え？はい、じゃあ、ジャムの副主任やってます、ランです。ランです。お願いします。で、バイトリーダーのレンボーイからの、はい、主任やってます、太陽です。
よいしょ、えらい、Thank you。 Thank you。 ジャムのリュウエです、最近斉藤匠に憧れてパーマをかけました、よろしく、イエーイ、はい、よいしょ、言って、はい、グラムジャムの、取締役のひげしまです、そしてよし、そしてよし、そしてよし、はい、そしてです、本日はスペシャルゲストも来ていただきました、やばい、みんな、みんなね、お世話になってます、この人です、ふみやむちょ、え、おったの、今来ました、真ん中、真ん中、いや、真ん中、いやいやいや、ちょい映るくらい、一番面白い人、僕 MC なんで、僕、もうちょいこっち置いて、ヒゲ部長言われてますよ、大丈夫ですか、ヒゲ部長、おい、やめろ、生えてない、ヒゲ部長、はい、ヒゲ島セミアだなって書いてあるよ、はい、よっしゃ、行こうか、CM のタイミングとかをちょっと言ってくれたら、あれです、部長の、そうっす、はい、ここ滑るやつやろ、あ、プラス、あ、はい、じゃあ紹介しましょう、人を顎で使ったら右に出るものがいない、急に部長です、よいしょー、はい、部長、ロリコンバってますよ、いやもう言ってたもんだって、ロリコンって書くから、はい、じゃあ、ちょっと申し訳ないですけど乾杯しますけど、後ろ中二です、後ろ気をつけてな、中二、中二はちょっといろいろ法的にアウト法的にアウトです、やばい、今日もね、中二呼んでましたもんね、中二は営業前でみんな酔っ払ってるんですけど、ひげしまのカメラマンになってる、恐ろ、なわけあるかい、好きにやっちゃって、かぶってる、よいしょ、あはい、では乾杯します、はい、待って、俺のグラスました、はい、そのまま行け、お疲れ様でした、はい、お疲れ、重たい、あ、これこっち置きます、あんのかい、あー、ブイブイ、あ、ありがとうございます、いや、いいね、あいたわ、美味しいですね、ね、ヒゲハニーボーンね、美味しい、なんかコーラをグビグビ飲んでるやついるんですけど、まあそれは無視してですね、はい、大喜利やっていきたいと思います、それではまず大丈夫ですか、スタッフの方、そんな準備されてんの、はいはい、されてますね、やりますか、じゃあまずは紙あります、これ、これ何、あります、これ何、これ持ってきたんすか、いや、もらってよ、今、あー、本当ですか、ペンあります、ペン、そっからパクった、はい、何するの、はい、お題聞いてたけど、聞いてたけど、いきますよ、まあ、連邦、いえ、こんなお客様は嫌だ、どんなお客様、いやー、はい、大喜利していきましょう、はい、はい、ヒゲ島のお客様かな、言ったな、最低、お前、言ったな、お前、全員的に回したよ、隼人のお客様、俺、叩いてるうちに、なんか宣伝やら、みんな、ヒゲ島のお客様、みんないいっすよ、いい人、確かに、冗談よ、ボランティア精神に溢れてる、あんま変わんない、大阪の子も見てるからね、はい、大阪の子はもう怖い、ここに、これ、ここにお題を、はい、かけ、こんなお客様は、順番に、順番に挙手で、結構ガチで、ガチで、ガチで、ないよ、こんなの、まあもうこんなのはもう来てくれるなよと、もう大喜利なんやねんって、ああ、もうこんなのはもう来てくれなくていいわっていうのをね、言ってくれてもいいかな、半分本音思います、まあただね、大喜利なんで笑い取らなかったらちょっともう自分のその歌舞伎町生命も絶たれてしまうのかなっていう、なるほど、それは永久保存ですもんね、これは、まあ、ちょうどいい感じで笑いを取れたらなっていう、10年、はい、10年後に恥ずかしいやつ、そんな30分間にしたいなって思ってます、よいしょ、はい、はい、代表、はい、はい、はい、なっ、まずじゃあ一発目いきます。はい。上で、はい、じゃあ、僕の。決めへんのそれ。順番。いや、もう、正体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 、どんどん行けます。どんどん行きます。はい、じゃあ、こんなお客様は嫌だ。どんなお客様は、ダン、見えない、見えないよ。ライトのあれ、都合でね。はい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 。ちょっとそれ、あれ。喋らない。喋らないよ。あ、これ、辛いね。結構これガチなやつなんですけど。ガチなやつですね。ガチなやつ。結構ガチなやつで行ったんですけど。やっぱ一番新人の時でもそうですけど、今でもちょっとやっぱ厳しいかな、自分がすげえバーって喋っててもね、あんま返してくれない、それはもしかしたらもう顔がタイプじゃない場合があるので、それは言われると思った、うん、頑張ろう、頑張ろう、はい、じゃあ次、はいはい、どんどん行こう、はい、はい、どっちが来た、ヒゲ、ヒゲ、ヒゲガールだっけ、なんだっけ、ヒゲ人、ヒゲガールじゃねえよ、なんだっけ、ヒゲ島、ヒゲ島さん、ヒゲ島さん、お願いします、ヒゲ島さん、先に沿ったけどね、こんなお客さん、うわぁ、嫌だ、どんなお客さん、はい、
グイ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 俺今の答えないの？井上って誰？井上って誰？井上グイグイ。井上は前回の放送やわ。前回のヒゲ島井上。なんだろうな。どんどん行きましょう。ほら、これ以上の面白いことないやろ、お前ら絶対。ふってなった。ただのタイプ。はい。え、はい。レンさんいっ。はい、じゃあ、バイトリーダー、レンボーイ。行きます。今日、京武さん。ただの好み。京武さん。こんなお客様嫌だ。どんなお客様？じゃん！痩せてる人。趣味やん、まあ、趣味完全タイプです、ね、完全趣味だよ、ね、趣味ですよね。痛いわ、はい、次行きます。いやいやいや、痛いわ。デブ戦とかいいから、こういうもう全国全国やで、これ全国全国放送ですよ。日本語が伝わる方は全員わかるこれ。でも今救われた人もいるかもしれない。なんかちょっと痩せたらダメなんですよ。フォローしてこ、下にカッコみたいな。怒ってるよ。痩せてたらダメなのって怒ってるよ。ほら、それでちょっとなんか。でも、ヒゲシマ謝ってて。ほら、大喜利だよね、言われてる。俺が謝ってる。あとなんか2、3分で次のお題いきますよ。はい。はいはいはい。はい。リオシニ。でも。はい。こんなお客様やるな。どんなお客様？お、ダン！いきましょう。1000円と1万円を間違える人。あ、それは。それは、そうやね。ありがたい場合もありませんか？逆のやつで、初回様で指名もらって、はい、ガチのやつ、ガチのやつ、ガチのこの経験談あります、あります、経験談あるあるある。指名もらってからついて、でまあ単価上がっちゃって、結構その子がノリノリでノリノリでいいよいいよって言ってんのにね、飲み出して、え、お金あるぞみたいな、あるよみたいな。その頃あの初回が1時間1000円とかで、はいはいはい、はい、そうですね、飲んでて、単価上がって、からの、よし、次のお題行こう。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 ちょっと、晩成控えた太陽がもう帰ってから。どんなお客様やら、どんなお客様。はい、はい。パンツを履かない人。はい、次行きまーす。いやいやいや、言うかい、言うかい。いや、コメントがグイグイ。このお題行きたい。いいお客さんです、それは。行きたい、行きたい。どういう成績をお持ちになってる。俺は、脱がせる側だよ。そうなんすか？鳥貴族で。じゃあ、ハヤトさんがね、最後。俺じゃなくて、東山さんが最後。他にないの？他に。はい。フミヤさん何も言ってないの？ CM 前の。フミヤさん何も言ってないの？はい。でも、じゃあ、そろそろあれ行くからね。東山さんが回答次第。お。CM 行きますんで。じゃあ、滑っても大丈夫。バースデー告知。11月の20日で21歳になります。そしてそしてバースデーイベントにみんな来てねー。あ、行く行く、俺行く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 よ、行く行く、あの行く、ジャンプ行く、行く、ジャンプ行く、あ、行く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 、はい、それでは、それでは、ハヤトさんの回答も行くっていうことで、お、いいよ、行こう行こう行こう、行きますよ、こんなお客様嫌だ、どんなお客様、こんなお客さん、ちょっと近いですね、こんなお客さん、はい、CM お願いします、 CM お願いします。
んかわけわからない回答があったんですけども、これからも始まってる始まってる、これからも大喜利やっていきたいと思います。後ろでちょっと、じゃあ第2問いきます。あの2番目飛ばして大丈夫ですか。はい、ではですね、私 MC さくら、 MC さくら、 MC さくらやってるんですけども、普段代表やってます、みんなの先輩ですね。はい、大喜利のお題なんですけども、誰も知らない代表さくらの秘密を教えてよっ。はい、はい、大喜利だからね、大喜利今されていいすか、大喜利だからね、こういう信頼関係に関わるから。大喜利って何すか、大喜利って何すかってガチのことじゃないからね。焦点、焦点、焦点、うん、大喜利って何、めっちゃ喋るやん、これリアルなやつ出したらあかんよっていう前振りは絶対必要ない。えはい、皆さん書いてくださいよっ、はい、書いてください。桜の秘密、はい、面白いじゃないですか、割と得意なんやけどな。大喜利って何、ヒゲ下がすごい。大喜利やるよ。ちょっとヒゲ描いたから俺。早く描いて、早く描いて。ヒゲ描かれたから俺。胸これ。じゃあちょっと場所変わりますよ、そしたら。なんじゃ、桜の秘密でボケるの難しいね、でもね。え、なんで、悪口しか出てこないよ。いやいや、俺大喜利だからいいじゃん。悪口でいいんすか。いや、ちょっとなんかその、なんか、リアルもありそう。ダメなところのカミングアウトの時間にしないでくださいよ。早くしろや、早くやろうって。俺めっちゃ好きやから全然思いつかへんわ俺。はい、それでは、ラン分かる、ラン副主任が回答を出してくれたんで、はい、誰も知らないサクラ代表サクラの秘密を教えてください。おっ、どうぞ。じゃん、めっちゃ喋っとるわ。めっちゃ喋っとるわ。早く回答出せ。全然喋らない。めっちゃ喋ってるわ。もう口は乾いてるよ、マジで。低いっすね。うん。酒飲みましょう。え、何？いや、ガンガン、いや、大喜利なんだから攻めていこうよ。あ、じゃあ。俺も答えればいい。はい、はい、はい。はい、行こう。はい、それでは、ヒゲシマさん。はい、誰も知らない代表桜の秘密を教えてください。よっ、ドン！お尻がこんなん。お尻の書き方、お尻よりまず足じゃない、足、足その隙間、足が末広がり。いや、描きたくない。じわじわ来るでしょ、じわじわ来るでしょ、今のやつ。足が末広がり、難しいね。お題は桜の秘密、桜さんの秘密。だって言っちゃいけないこといっぱいある。いい、危ない、大喜利だからさ。なるほど、今のは正解、正解ですよ。あれ、太陽つまんなくなっちゃった？飽きちゃったの？いや、大丈夫です。すげえ考えてるもんね、ガチでね。はい、そうです。いや、もう、この一つ一つのお題は結構短いよ。30分だね。あ、そうだね。うん。立てていこうかな、じゃあ。俺も回答しようかな、そしたら。しようしよう。自分で。いや、だって、みんな回答がないから。うん、そうですね。やっぱ、桜さんもやっぱ、自分の嫌な。自分の秘密を？自分の秘密を、ほんまのやつを。ほんまのやつよね。放送中みんな無言になる。正解はこれ、正解はこれみたいなやつ。放送やのに無言になる。あ、それいいね、いいね、いいね、それいいよ、太陽のいいよ。ちゃんと手上げて、ちゃんと手上げて。はい、はい、はい、君の太陽。それでは誰も知らない桜の秘密を教えてください。 OK、 イエーイ、イエーイ。秘密にしないとこうか、そしたら。出そうか、出そうか、彼らの前に出そうか。誤解を解くか、それが本当なのか。そうですね。コメントないやん。笑う、コメント。草生えてる、草生えてるわ。はい、どん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 行きましょう。おい、行こう行こう。むずいなぁ。なんかホストっぽいやつ行こうよ。ホストっぽいやつ。めっちゃめっちゃ、あらあらあら、ペンがないっすよ。あ、よかけや。じゃあペンがないっすか。行きましょう。はい、それでは、誰も知らない代表桜の秘密を教えてください。ラン副主任、カメラの前で出してほしいな、部長。あ、いいよ。そんな見えへんやつな、これ。じゃん、ちゃんとさんに便乗して。しかもちゃんとさくらさんと同じネックレス。ネックレス。胸毛がボーボー。胸毛がやばい。胸毛がやばい。ちなみによく見ると乳毛もカエル毛あるよ。
カエルゲ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 でも、まあ、あの、すっごい嬉しかったんだけど、腹筋割ってくれたでしょ。ここはやりますよ、ちゃんとね。頑張ります。ワッシュ、よいしょしないとね。腹筋割ったらみんなシャンパン入れてね。はい、おい、それだあるよ。次お、竜也主任の。ありますよ、はい。はい。あ、それおもろい。誰も知らない。代表作の秘密を教えてください。はい、これ。今月まだ。ノー枕。今月は。今月は。まだ抱いてない。まだ抱いてない。今月は。今月は。まだ最後にやったのいつっていうね。はい。じゃあ、回答を。回答を。どうなんですか回答を。どうなんですか僕はもう、もっと永遠に素人童貞で。もっと抱いていこうぜ。抱いていこうぜ。もっと抱いていこうぜ。いいやついる。もっと抱いていこうぜ。その逆に、その、視聴者が、回答とかもないですかね。あ、逆に、もしか、もしよかったら回答ください。よかったやつ、よかったやつ。そう、ね、千人切り。千人切り。はい。え、グッドモーニングですか絶対帰るよ。グッドモーニング。グッド、今起きた方がいい。さっきでも、お疲れ様でーすって言って帰ってったの。おはようございます。やばいな。めっちゃおもろいな。やばいっすか回答。そう。視聴者さん、スペシャルゲスト。礼を受けるってまんまだ。回答がなさすぎて。もうそういうの冷めるわ。ちょっと頑張るわ。もうね。次行こう。次行こう。最後のお題行こう。次のお題行きます。最後のお題行こう。行きます。時間的にもね、行きます。じゃあ、4番目行きます。はい。ホストだからわかる。本当にいい男の見分け方。あっ、オッケー。見分け方。見分け方。本当にいい男。本当にいい男の見分け方とは。うん。はい。ちょっと大喜利っていうのを理解した上でちょっと、見分け方ね。見分け方。見分け方。すぐ分かる、そんなん。もうすぐ分かりますよ。ペン、あ、ペン、はい。もうめっちゃね、男の子見てきてるし。アポペン、アポペン、ね、今ね。はい。どうしましょう。僕はい。はい。大作からなそれではですね、ハヤトさんが、今月ラストのハヤトさんが、回答していただけるんで。今ですね。はい、見分け方ですよね。はい、いきます。男性の。ホストだから分かる。本当にいい男の見分け方だ。はい。ダンオッケー。いや、かぶせてきた。かぶせてきたんやけど。いや、方形だけにね。かぶせてきたんやけど。全然受けへんやん。もっと行きましょう。方形だけに。全然受けへんやん。一本にならへんやん。さっきの、ではですね、さっきのあれも兼ねてね。はい、だからホストだから分かる。部長お願いします。はいよ。ランフ主任が。恥ずかしいな。ちゃんと元気よく振ってあげてね。はいって。はいはい。見てる方も、誰が答えるんだろうってなるんでね。はい。です。いきます。ホストだから分かる。本当にいい男の見分け方とは？ここよっ！さくらさんと違って、ズル向け！イエーイ。お前は飲め。ランのことを、ランのことを、お前って呼んだこと一回もないけど、やし、ふみやさんってやっぱイケメンじゃないですか。イケメンやのに、下ネタで滑るって一番ないですよ。最悪やで、俺のせい。おい、俺のせいみたいや。ちょっと、初登場。じゃあ、行きます、行きます。はい、はい、はい。それでは、ホストのゲスト。うん。はい、スペシャルゲストのフミヤ部長行きましょう。はい。ホストだからわかる。本当にいい男の見分け方とは？ドン！まず、メガネを買う。どこで買うんすか？どこで買うんすか？ここでもいいよ。パリミキ。そこのその攻め方でいいよ。パリミキ。ミキです、ミキ。メガネのミキです。メガネ、あれ全国区なのかね。メガネのミキですか。パリミキやろ。パリミキは、もう知ってるんじゃないですか。パリミキってやつ。そう。一応滑ってるわって書いてますよ。アディダス言われてる。アディダス。今日来てないし。なんか、ここで、なんか、お題忘れてもだ。書いてる、書いてる。お題忘れてもだ。ここで、ちょっと挽回とかしてもらいたいんですよ。やっぱホストだから分かる本当にいい男の見分け方。俺はこんな男なんだよ、指名ちょうだいみたいなのも OK だと思うんだよ。だから本当のことってガチだよ、ガチだよ。その前、絶対前振りだからね。今騙されないで、絶対今の前振りだから。林さん、本当のことだろうすかみたいな。本当のこと、本当のこと言ってんの。本当のこと、本当のことでもいい。ここ見とけば間違いないよ。大喜利、本当のこと。はい、初登場、しゃべれ。全然思いつかない。あー、オッケー、分かった。はい、そういうことやな。行きましょう。そうですよ。だから
俺はこういう男だから指名できてねっていうことでもいいんですよ。なるほどね。はい、うん、まあ、それもさっきの兼ねてなんですけどね、さくらさんと違うよって。俺はいや抜けてるよ。誰が儲けやん。俺か。稼い、稼い、稼い。いやいや、それでもナンバーワン取れるってことは大きいじゃない。もうなんで全部服で俺包茎を暴露しなきゃいけないの。いいっすね。まずチンコ見ないと見分けられない時点できついけどね。これどうすか。僕はもうチンチンとかついてる。あ、それそれ。はい、それでは行きましょう。ちゃんと元気よく元気よく元気よく、はい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 。それでは今まで見てきたホストの中で、うん、これしょうもないなってやつ大体当てはまってるやつ。はい、はい、じゃあ行きます。はい、ホストから回る本当にいい男の見分け方とは。お願いします。3、はいよ。はい、首からロンワンズをつけてない男。つけてるやつは大体ろくなやつじゃないっていう。僕もそのぶっこんでこう。もっとぶっこんでこう。もっとぶっこんでも行こう。一言じゃいい。そう、もっと欲しい。もっと欲しい。一言いいですか。はい、一言でいい。もう書かなくていいよ。あ、ペンがないのね。うん、あるあるある。1年間くらい。あ、じゃあ、うん。はい、なんか喋るって。なんか。1年間くらい、うん、太陽ロマンズつけてましたよ。いやいやいや、まずい。あれはしょうもない時代、しょうもない時代でしょ。しょうもない時代。しょうもない時代の最高売上いくら。はい、最高売上。うん。それつけてた時の最高。それつけてた時の最高売上いくら。200万ぐらいです。おう、おう、それを外したら、外したらなんと1000万です。イエーイ。なるほどね。外したらすごい。そう、ローアンドつけた時のお客さんに謝れ。今謝れ。今謝れ。いいっすか。お、はい、はい。では、龍也副主任が早い最後のね。絶対龍也主任がこんなやつは本当にもう指名しない方がいいっていう。はい。あれ、はい、では、はい、はい。ホストから分かる本当にいい男の見分け方と、バンダン見て分かる。はい。ハットで髪型をごまかさない。ハットにダサいメガネを乗せない。右の、そのことや。ね。あ、いるいるいる。気をつけてね。気をつけてね、これに。これ危ないね。これやばい、ね。これ、こんなやついる。いや、いますね。メガネ乗せる人います、今。ジャムにはいない。ジャムにはいない。ジャムにはいない。いない。はい、はい、はい。やったー。ラスト20秒前です。はい、これで締めていいの。指名せん方がいいってやつ。はい、はい、はい、指名せん方がいいってやつ。これ変わってるやん。はい、しない方がいい。はい、どうぞどうぞ。はい、はい、10部長ギャルルで毒持って。いや、ヒゲシマやったー。誰この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。